今回はヒロインがド変態なアニメ4作品を紹介したいと思います。どの作品もついついド変態ヒロインの登場が待ち遠しくなってしまうエロ面白い作品になっています。早速紹介していきます。変態変態と言っているが本当に変態なのはウプ主なのを自覚するのだ。下ネタという概念が存在しない退屈な世界。この作品は2015年の夏に放送されました。物語は新法の成立により日本から性的な言葉下ネタが失われた世界を舞台にします。高校に通う生徒たちでさえ性的な知識はほとんどなく、エロという感情がどのようなものかすら分かっていないような世界です。そんな世界で雪原の青が死亡する下ネタテロ組織ソックスに主人公のタヌキチは反強制的に入団させられることになります。テロとは言っても学校中にヌード写真をばらまいたりとか、そんな感じのテロです。本作に登場するド変態ヒロインは主人公が通う高校の生徒会長アンナ錦の宮になるんですが、アンナは愛のために行う行為は全て正しく、正しい行為のためならば何をしても良いという非常に偏った正義感を持っています。ストーリーの中では自身を助けてくれたタヌキチへ恋心を抱いており、愛液を混ぜたクッキーを渡したり、匂いによって主人公の居場所を特定して家に侵入したりと、かなりの異常性癖っぷりを見せてくれます。なんかこのルックスからのギャップがいいですよね。そんなことをしておきながらもソックスへの敵対心は人一倍強く、退治した際には金属製のドアをぶち破って追ってくるなど、かなりの怪力の持ち主でもあります。可愛ければ変態でも好きになってくれますか。この作品は2019年の夏に放送されました。ちなみにタイトルの略称は変好きになります。タイトルをフルで言いづらかったので略称があって助かります。物語は主人公の桐生圭輝が人生初のラブレターを受け取る場面から始まります。ラブレターには名前などは書いておらず、あったのはラブレターに添えられた白色のパンツのみ。この情報を頼りにパンツを落としたシンデレラを探し出す、そんな清く正しい青春ラブコメディになります。本作のド変態ヒロインは複数いるのでそれぞれ紹介していきます。時原さゆき。さゆきは書道部の部長で黒髪ロングのいかにも清楚系な巨乳ヒロインになります。しかし見た目とは裏腹にケーキの飼い犬になりたがっている変態ド M で、メイド服を着てケーキの前に現れたり、過激なお仕置きをおねだりしたりします。古賀ゆいか。ゆいかはイギリス人と日本人のクォーターの金髪碧眼の明るい性格の美少女です。ゆいかはさゆきとは正反対にド S の変態女王様タイプで、2話の終盤では自身のパンツをケーキの口に詰め込むなどのかなりのド S っぷりを発揮します。桐生瑞葉。瑞葉は主人公の妹で気配り屋さんで甘えたがり屋の理想系の妹キャラです。しかしその正体は自分の下着姿を取りまくる露出狂で、ノーパン投稿は日常茶飯事だそう、という感じで救いようのない変態がたくさん出てきます。ただ物語としてはラブレターの送り主を探す際の駆け引きやレベルの高いコメディなどのやり取りもあって、かなり面白みのある作品になっているので、ぜひ気になった方はチェックしてみてください。 MM。 この作品は2010年の秋に放送されました。ジャンルは普通のラブコメディになりますが、主人公の体質がゆえに少し変わったジャンルへ変化してしまっている作品になります。ストーリー。佐渡太郎は女性に冷たくされたり暴力を振るわれたりすると快感を覚えてしまうド M 体質を持っています。その体質を直すために第二ボランティア部に相談に行くことになるんですが、しかしそこにはド S 気質のイスルギミオと、太郎がド M に目覚めた原因を作ったクラスメートユーの嵐子がいました。ミオの提案によって快楽を恐怖心で上書きする暴露療法で体質を直そうとするのですが、なかなか体質は治らずといったストーリーになります。今作のド変態ヒロインはイスルギミオになりますが、キャラとしてはドイスキャラになります。ドイスとは言ってもどちらかというとツンデレ要素強めになっているので、クギミやリエさんの演じるゼロの使い魔のルイズやトラドラのタイガなどが好きな人には刺さるかなと思います。あとヒロインと言っていいかわからないですが、親友の葉山達吉は女装が趣味で美女も可愛いので変態キャラ認定です。それだとプヌシも十分変態野郎なのだ。子供の時間。子供の時間は2007年の秋に放送されました。ジャンルは小学校教員と生徒の禁断のラブコメディになります。作者自身はこの作品を一般紙の限界に挑戦しつつエロ漫画ではないと語っていますが、今の倫理観でいくと完全にジポなのでこの先は要注意。ストーリー。小学校の新米教師である青木大輔はとある事件をきっかけに全担任が辞めてしまった、あるクラスに赴任することになります。青木はクラスの問題児である九重凛の目の敵にされ振り回されてしまいます。しかし凛は次第に心を開き、青木に惚れるまでになってしまい猛アタックをするようになります、といったストーリーになります。
今作におけるド変態は一応マセガキのリンになりますが、幼いがゆえに引き際や線引きができていないってだけなので、本当のド変態は青木と視聴者と言えるでしょう。君たちも少しは自重するのだ。ということで今回はド変態ヒロインが登場するアニメを紹介させてもらいました。個人的な一押しは下セカになるので、気になった人はぜひ見てみてください。次回は可愛すぎる男の子キャラが出てくるアニメについて紹介したいと思います。